ちょっと発表になって一つ、まあ、組み替えという形になりましたけど、当初は、ね、2日目の予定だったので、はい、そういうつもりで、まあまあ、練習はしてたんでね、1日ちょっと前倒しで切り詰めたおかげで、うん、まあまあ足は疲れてますけど練習疲れが、はい、だから構成としてはその非常にこうみんなこう互角というか、みんなこう拮抗してるかなという感じが、まあ互角かどうかで、まあまあ、やっぱりサインラインの先頭だけ考えたら、やっぱ一番、自分がこの中ではね力がしたというふうに考えれば、考えればというか、その方が走りやすいですね、僕にとっては。あとは本当金子さんとどういうチャンスをつかみに行くかと。まあ金子さんとはまあまあ割と相性はいいと思うんで、もう、とにかく自分のタイミングでいつも通り思い切って仕掛けるだけです。また本当にこの一場所二場所というか、西武園や四日市で、そうですね、まあ、前回も、まあ、記者さんたちで言ったんですけど、1ヶ月前よりは確実に良くなってる手応えは掴めたんで、まあ、ただね、やっぱ練習でやってないことは本番で出るわけがないんで、まあ、やってきた自分のやってきたを信じて、やれることを一生懸命頑張ろうと、そういうふうに思ってます。あとはもう静岡ダービーの一つ上しかないと思ってるので、まあ、去年は去年で、はい、今年はまた違う戦いなんでね、まあ、その中でまあ自分のできることを精一杯、思い切って頑張りたいと思います。6日間、はい、頑張ります。